こんにちは、ケアマネージャーの藤川です。今日もですね、慰労金の最新情報が入ってきたので皆さんにお届けしたいなと思います。今回の慰労金なんですけど、新型コロナウイルス感染症に対応したですね、医療従事者、そして介護従事者、障害のね、事業所の方々という方で、3本柱に分けてですね、新型コロナウイルスの感染者、そして濃厚接触者に対応した場合は20万円、それ以外の事業所に関してはですね、5万円ということで、慰労金が給付されます、ということが上がってましたよね。実はですね、その3つの3本柱のうちの、最初からいろいろ情報が出ていた、医療の慰労金の方から、厚生労働省に対する質問の回答が来ましたので、これを早速ニュースとしてやっていきたいなと思っております。医療なんでね、ちょっと介護とは本当はちょっと区分が違います。実際にその管轄も違うんですけど、今回第二次補正予算案としてまとめて作っている中に、医療の分と介護の分と障害の分は、ほぼほぼね、同じところで考えられてましたから、見解についてはほぼほぼ同じようなね、情報になってくるんじゃないかと思いまして、先にちょっと医療の方の Q&A を皆さんにご説明をしたいなと思って、今日動画を撮ってます。まず一つ目の質問です。医療機関の中で独自に対象者や金額を変更することはできますか？ということですね。皆さんが、よく介護のですね、僕の慰労金のコメント欄であったんですけど、5万円のね、一律の慰労金があっても2万5千円しか支払われず、残り2万5千円は事業所がプールするんじゃないかっていう話がね、あったりするので、そこに対しての、まず質問が最初に来てましたね。で、それについての厚生労働省の回答です。対象者、そしてですね、給付額の方はですね、考え方を医療機関で独自に設定することはできませんと出ていました。おめでとうございます。ということで、介護に置き換えて考えるとですね、特養とかにお勤めの方で、慰労金の申請事業所がしますよね。そんで、あなたの働きは良かったから5万円ね、あなたは3万5千円にしとくねっていう風に金額を分けたりとかですね、勝手に事業所の再配をすることはできないっていう風に、今回上がってますね。2番目の質問に行きたいと思います。患者と接するとは、どこまでを含むのかということが、質問で上がっていました。今回ですね、医療も介護も障害もなんですけど、実際に患者さんや利用者さんに対応して接していた職員が今回給付の対象になりますよね。で、どこまでを接しているとするんでしょうかということなんですけれども、 Q&A の答えはですね、患者と接する業務に当たっている医療従事者、そして職員を慰労金の対象としています。もちろん病棟や外来とかで診療をしてたりとかするね、お医者さんとか看護師さん、もちろん適用になってますし、あと受付、そして会計窓口の職員は通常に該当しますということです。あと診療には直接、携わらないものの、医療機関の様々な、部署でですね、患者に何らかの対応を行う職員は、医療機関の勤務実績に基づいて、接していると考えていますということですね。で、その一方なんですけど、対象期間中にテレワークになった事業所とかでですね、それのテレワークのみの勤務であったりした場合はですね、該当とはならないっていうふうになっています。誰が適用で誰が適用でないかっていうのはですね、都道府県の申請基準に基づいて医療機関の方から判断して送るっていう形になってるみたいです。だから医療機関の方で認める認めないはあると思うんですけど、受付や会計窓口に関してはですね、今回やっぱり医療の慰労金の対象になってますね。3番目の質問に行きたいと思います。患者と接する医療従事者、や職員にある患者の設定なんですけど、新型コロナウイルス感染症患者に限定されるのでしょうかということですね。今回やっぱり、新型コロナウイルス感染症患者に限られません。他の疾病による患者も含まれますということなんで、これは介護の方でももともと言われたところで、コロナウイルスの感染症の対応をしていたり濃厚接触者の対応をしている場合は20万円の給付、それ以外の病気とか怪我をお持ちのね、高齢者さんに対応していた場合は、5万円ということで、全員見ますよっていうことですよね、になっています。そして、4番目の、Q&A なんですけど、対象となる医療従事者や職員に関しては、医師や看護師と、専門職以外のですね、含まれるんでしょうかということで、あとですね、正社員、非常勤、嘱託、パート、アルバイト、派遣労働とか、雇用形態によってもですね、
限定はされるんでしょうか。委託業者の場合はどうですかと。これについての回答はですね、資格や職種による限定はありません。また雇用形態等による限定はありません。委託業者の職員であっても、医療機関等における勤務内容によって対象となりますということです。ここについては次以降の質問で詳しくやっていきますので、どんどんやっていきます。5番目いきます。委託業者の職員とはですね、どのようなものが対象となるのでしょうかということで、例えば給食、院内清掃、寝具類の洗濯、機器保守点検とかですね、こういったものが対象になるんでしょうかということですね、上がってました。介護の方でも介護施設の中で働く、清掃の人とかですね、あと、調理師さんですよね。給食を作る調理師さんは対象になるんだろうかってみんな結構疑問に思ってたと思うんで、それについての回答なんですけど、委託業者の職員については、患者との接触を行い、かつ継続して提供が必要な業務をしている場合には対象となります。これは医療機関による、勤務の状況とかによって判断してもらいますということ。そこの対象であるかどうかの判断はあくまで医療機関に、定められるっていうことになっているんですけれども、一般的にということで、回答がありました。例えば医療機関における受付や会計などの医療事務、そして院内清掃、患者搬送、給食の調理といった業務はですね、対象となる場合が多いと考えられています。一方ですね、医療廃棄物の処理であったり、保守点検とかですね、あと寝具類の洗濯、これはですね、なかなか対象になりにくいんじゃないかとは考えられるけど、結局はですね、医療機関によって判断してくださいねとあります。そして次行きたいと思います。10日以上勤務ってありましたよね。その10日以上勤務の1日あたりの数え方はどのようになるんでしょうか。また複数の医療機関で勤務する場合はどうするんでしょうかということですね。これはですね、1日の勤務時間は問わずに、勤務日数を数えるということで、例えば、介護でいうと登録ヘルパーさん1日2時間とかもですね、1日として換算されるということになります。そして、当直勤務ですね、施設だったり夜勤とかありました、その当直の勤務や夜勤とかの場合は2日と換算するそうです。複数の医療機関などで働いている場合は全てを合算して結構ですというふうになっています。いろいろね、その間にも医療機関特有のですね、質問があったんですけど、今回介護にちょっと当てはまらないかなっていうところは飛ばさせていただきます。今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。最後に少しご案内をさせてください。この動画が良かったという方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。そしてチャンネル登録の際にベルマークをタップしていただくと次の動画の通知がいきます。ぜひ合わせてお願いします。皆さんの明日が幸せでありますように。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。